チームラジオテアクセルボタンを押して加速を続けて、まもなくコーナーよ。通過するときは方向のコントロールに気をつけてね。コーナーを抜けたら方向ボタンから指を離すことで進行方向の調整ができるわ。ドリフトで次の直角コーナーを走り、左方向ボタンを長押してコーナーにドリフトボタンをタップしてマシンをドリフトさせるの。右方向ボタンをタップしてアクセルボタンを押して加速して、順調ね。さてあとはあなたの腕次第よ。ベストを尽くしてゴールを駆け抜けるのよ。素晴らしいわ。私はあなたのコーチ。こちらこそ。それと RM 連盟、こちらです。 RM 連盟とはレーシング RM 連盟はレーサー育成。それでは最初の報酬、マツダロードスターを手に。スポーツグループのマツダロードスターはツーシーターの。マツダロードスターはスポーツ。 RM 連盟のレースはレースでは基本的に、つまりその通りです。連盟と大手メーカーで開催。日産フェアレディ Z はパフォーマンス。ココからの電話だ。新人招待レースはパイ。でも負けてし。私の目は確かよ。私が見。今回のビッグ3共同招待レースは新人の登竜門とも呼ばれるここシカゴランドスピードウェイで開催されます。今アイオニアジュニア、トールジュニア、ナイトジュニアの3つのチームの代表たちがこのレースに熱い視線を注いでいます。若いレーサーの皆さん、チャンスは人を待ちません。シカゴで悔いを残すことがないよう頑張ってください。コーナリングはレーサーの腕が試されるポイントよ。コーナリングのコツはアウトインアウト、忘れないで。おー、素晴らしいオーバーテイクですね。ちょろいモンさん。ここからはストレート、タイミングを見計らって一気に加速よ。あなたならできると信じてました。
これでレーシンググループのマシンをゲットできましたね。招待レースでこの成績を出せるとは。いや、ライバルに見せていいのはテールロックだけです。